なスピンもかけやすい、ちょっと厚い当たりもしやすいよ。ゆっくりのペースなんですけど、ゆっくりこうテイクバックするんではなくて、してっていうか、インパクトではとにかくまっすぐこう捉えるような感じのイメージで。グリップは基本的に、まあ、セミウエスタン、まあ、一般的なスピンもかけやすい、ちょっと厚い当たりもしやすいような、こうしっかりこう押せるような感じのイメージのグリップですね。で、特に、まあ、ミニテニスで注意しているポイントは、もうゆっくりのペースなんですけど、ゆっくりこうテイクバックするんではなくて、早めにこうやってローテーションを作って動いていって、タイミングをもう早いタイミングでも取れるような感じっていうところを注意しています。まあ、フォロースルーに関してっていうか、インパクトではとにかくまっすぐこう捉えるような感じのイメージで、どうしても面がかぶってしまうと、こう少しでもインパクト、まっすぐよりもちょっと外しても、こうラケット面はこういうふうに動いていくわけで、まっすぐ捉えているような感じのイメージ でそんなに振り幅を出さないような感じですね、最初は。で、徐々に後ろに下がっていった時にフォロースルーは大きくしていくようなイメージっていう風な感じですね、はい、準備を早くするっていうことを注意していただければと思います。今のはもう弾む前にはまだ準備ができてない、ローテーションができてないっていう風な感じで、結局そうするとゆっくりなんですけど、後で慌てるっていう風な感じなので、バランスが悪い感じで、まあエラーが多くなってどんどんペースが悪くなる、はい、準備を早くするっていうことを注意していただければと思います。で、これがショートラリーの最初デモンストレーションですね。はいはい、これも結構何気なくやってるけど、なんとなくの方が多い気がしますよね。そうですね。まあ自然な感じでテイクバックが早いのがしっかり 見えてるかっていうところですけども。そうですね。この今画面だと、もうボールが入ってくる前に引いてるっていうのが、はい、わかりますね。ローテーションしながら足を動かすっていう癖がつくといいですよね。はい、そうなんです、はい、うん、で、あんまりこう当てるだけよりも少しやっぱり振るというか、はい、しっかり形を作って振ることは大事ですかね。そうですね。当ててこう少しラケットヘッドだけがこうやってこう動いていくような感じのイメージというか、はい、うん、結構片手の、バックハンド、はい、ショートラリーでしっかりスピンをかけるっていうのも難しい方多いかなと思うんですけど、はい、そうですね、ちょっとしたコツはありますか？もう僕の場合ちょっとブロック気味で合わせながらって、あんまりこう
特にショートラリーとか、まあ、ライジングで打つときもそうですけど、そんなに振らないような感じの気を持ってますね。今これ、グリップの説明でセミウエスタンですかね。はい。もちろんもっと厚い方もいると思うんですけど、はい、やっぱりセミウエスタンが一番汎用性があるっていう感じですかね。いろんなショットが打ってて。そうですね。あの、しかもこう、肘の位置とこうインパクトの位置にこうなんかこう、まあ、ある程度高い打点でも対応しやすいような感じのグリップで、はい、はい、確かにそうですね。ショートラリーでもいろんな高さで打ちますからね。はい、うん、であとこうまっすぐ当てるっていうところをおっしゃってましたね、はい、うん、はい、あんまりこう擦るような当たりになってもいけないんですよね、ショートラリーでも。そうなんです。被せたり、うん、割とこうなんかスピンをかけようかけようと思いすぎるがあまり、はい、結構上の方を擦ろうっていう風な感じになりがち。はい、なりがちですね。はい、まっすぐ当てといてちょっと押し出しながらそのラケットヘッドだけをこうワイパーのような感じの動きで飛ばしていけば勝手にボールが飛んでくれるんですよ、ね、うん、でこれは悪い例をやっていただいてますけど、はい、まあ今これ画面切り替わっていい例になりましたけど、はいはい、違いがよくわかりますね、はい、あ、そうですか、うん、やっぱり本能的にこうちょっと動いてしまうんですよ、わかります。うん、まあゆっくりなペースなんですけど、構えだったり準備を早くっていうところが、はい、そうですね、やっぱり強い方はショートラリーから、ね、しっかりできてますからね。 あとはですね、こう打ち終わった後に、はい、構えながらちゃんと足を動かしているような感じっていうのもショートラリーでこう、必要なポイントかな。ちょっとフォローするの余韻が長い感じで、はい、足が動かないでレディポジションにラケットがないような感じの状態からスタートするっていうような感じでまた遅れたりするんですよね。うん、はい、うんうん、特にあの、まあ、今フォアを打ってらっしゃいますけど、片手バックでこう打ち終わった後に大きすぎると戻すのが大変ですよね、結構。はい、確かに足が止まらないですよね、リズムとしてこう。はい、あの打ち終わった後もうすぐステップを踏めるような感じっていうのはもう力が抜けてる証拠ですよね、上半身に。ここですぐ足が動かないとなると結構手に力が残ってるっていう感じですね。うん、うん、はい、うん、まあそうですね、なんかこうしっかり止まるというよりは本当リラックスしながら、はい、足を動かしながら打ってるっていう感じですよね。はい、うん、まあ、この辺のこう当たりとグリップっていうのを、うん、なんて言うんでしょう、しっかり意識していただけると、はい、ショートラリーも本当に意味があるなと思いますね。はい、なんかこう距離出さないようにこすってこすってっていう方も結構多い気がするんですよね。はい、はい、うん、まあ、割とこのスイングの幅が出ちゃう感じになりやすいんですけど、今こういうショートラリーで見ていただいたら、結構インパクトに近いところからゆっくりこうやって合わせてってるみたいな感じのところが、こうミートを正確にするコツですよね。そうですね、まあ、ショートラリーから当たり損なうとちょっともう辛いので、はい、やっぱりしっかり真ん中で捉えたいですよね。はい、うん、ちょっと後ろを小さくっていうイメージですかね。そうですね、そうですね、そうですね。そこから後ろに下がっていった時に徐々にそのローテーションの幅を大きくしていって、フォワードスイングの幅が大きくなってくれば徐々にこう、うん、ボールに力が伝わるようになる、うんうん、そうですね。そこら辺意識するとすごくショートラリーも変わってきますね。